どうもポテトメガネ TV、MJ でございます。ありがとうございます。いやいや、なんか最近ちょっとチャンネル登録者数増えてる。増えてました。増えてるでしょ。はい。いや、本当に。増えてきてますよ、はい。ありがとうございます。皆様のちょっと。ありがとうございます。ご支援をね、たくさんいただきまして、ありがたい限りです、うん。めっちゃ嬉しいですね。ね、ありがたいよね。いや、本当ね、なんかこの前もあったんですけど、うん、下関店にわざわざ遠方から YouTube 見たっていうので来てくださって、オーダーメイドをうちやってるから、フレームのオーダーメイドで来る方とか多いじゃないですか。そうね。うん。は多いですけど、その方レンズ替えだけで来てくれたんですよ。お持ちのフレームにレンズを入れ替えるのだけで来てくれて、で、YouTube で説明してたあのレンズが欲しいんですけどっていうので来てくださったりとかしてるんで、めちゃくちゃありがたいです、ね、ありがたいよ。しかもうちのためだけに来てくれたっていう話だったんで、あの辺目的ないからね、あんまりね。言い方悪いけど、いやもうあの辺何もないですから、ね、いや、もう川あたり、店のあたり、あの川原そばぐらいしかないですから、ね、それはね、もう本当ね、こういうご時世じゃなかったらハグしたいぐらいなんですけど、あんまりハグですよ、ハグ。まあそんなこんなで、はい、本当に、はい、ありがたい限りです、はい。じゃあちょっと今回はですね、うん、カラーレンズ紹介、今回は有明編ということで、はい、前回カト8編でしたけど、カト8は、度付きとかがあんまり対応してないレンズですね、うんうんうん、まあしてるのかもしれないですけど、うちでは基本的にあんまりやってなくて、で今回は度付きにできる、レンズ、うん、でなおかつメガネ業界の基準になってるカラー、なんで、まあどこのメガネ屋さんに行ってもこのレンズカラーを言えば伝わりますよという、うん、見本になりますんで、それをご紹介していきたいと思います。はい、まずこのバディオプティカル、はい、これちょっと2人かけてってもらって、うん、じゃあまず室内でちょっと見てもらって、おー、かわいいわ、はい、予想通りいった。これジュカちゃんが今かけてるのはバディオプティカルの、プリンストンっていうモデルに、うん、フェアブラウンの 25% のフルカラーです、うん、はい、です。まあ 25% 一番使いやすい色です ね、 そうね、うん、ちょうどいい、かわいい、はい、で次 MJ もちょっとそれかけてみて、で MJ がかけてるのが、これがですねジュリアスタートの AR の、フレッシュピンクで、これがブリーズグリーンというレンズカラーで 25% のフルカラーですね。いいね、男性がやっぱそういうピンクかけてもいいですね。でこれ僕フルカラーって言ってますけど、フルカラーは全体に同じ色が入っていると。フルカラーとグラデーションがあって、うんうん、グラデーションは下に行くほどクリアになっていくという、うん、はい、グラデーションですね。フルカラー、はい、ちょっと色気がいいかしら、うん、でもなんか可愛らしさは、うん、いい感じですね、いいです、うん、じゃあ今度じゃあそれぞれまた違うのかなって、はい、ジュカちゃんのイメージして入れてますよ、また、ね、おっ、いいでしょう、いいですね、はい、ジュカちゃんの方はこれが、バディの、うん、ソルボンヌというんですよ、ソルボンヌに、グローボルドーの 25% フルカラーですね、うん、グローボルドーです、グローボルドー、はい、めっちゃいいラメこれ、うん、そうね、ね、いい感じ、うんうんうん、なんでも偉い好きなんで、うん、25% っていうのがね、またいいんですよ、濃さが、ね、25% っていうのは濃度のことですね、うん、うん、濃度、うん、100% 中の 25% 25%で、MJ の方が、これうちのオリジナルのデカダンスですね、のクリスタルカラーに、ブリーズネイビーの 25% です、はい、ネイビーです、ネイビーですね、これ僕が35% 入れてミスったやつの、ミスった、はい、一段薄いやつですああ、持ってたやつね、はい、35になるとやっぱサングラスに寄りすぎた、そうです、そうです ね、 ね、ですね、室内だとね、うん、特に、はい、いいでしょ、良いです、はいはいはい、いきましょう、はい、どんどん行きましょう、行きましょう、行きましょう、で次がジュカちゃんの方が、うん、ディムですね、うちのオリジナルのディムの保温カラーかにトゥルーグレーの25フルカラーです、うん、はい、で MJ の方がこれもうちのオリジナルタタンカのビアフェイドカラーにフェアブラウン 25% ですね、うん、はい、でさっきねジュカちゃんがかけたこっちのフェアブラウンだったじゃない、うん、それとねちょっと実は同じカラーが違いがある、え、はい、ちょっとジュカちゃんもう一度こちらかけていただきます、そうです、同じ色なんだけどこれこだわりの違いがあります、はい、ねジュカちゃんの方は同じフェアブラウンなんですけど、うん、表面にマルチコートといって、うん、反射防止が入ってます、なのでちょっとねレンズが緑っぽく反射するのとともに反射を抑えてくれるレンズですね、うんうん、っていうのが入ってます、で MJ の方は内面マルチといって
裏面には同じマルチコート反射防止が入ってるんですけど、表には入っていないと、はい、いうレンズになります。なので、まあ、レンズそのものの反射が起こるんで、よりサングラスっぽい感じ、まあ、目が透けにくくなるという感じですね。なのでメンズで雰囲気出したい方はこっちの方がおすすめです。なんかね、やっぱね、マルチカラーが入るとちょっとね、これ近くで見ると分かるんですけど、まあ違う動画でも言ってますけど、ちょっとこう緑っぽく反射するんで、なんかね、色眼鏡感が出ちゃうんですよ。なので女性はいいんですけどね、透明度が出た方がやっぱナチュラルな感じいいんですけど、メンズはちょっとハードボイルドな感じで、こういうサングラスっぽい反射が出た方がやっぱかっこよかったりはしますね。はい、じゃあこれがですね、次、ジュカちゃんがネイティブサンズのロイストンエクスプローラーですね、上にバーがついてるタイプ、エクスプローラーで、これにグロープラムの 25% フルカラー入れてます。で MJ の方はバディオプティカルのシスというモデルに、ブリーズネイビー 15% フル、ちょっと薄かったな、これちょっとフル、薄めですね、です。濃くてもいいでしょ、これでも、でもこのぐらいの方がこのサイズだったらいいかもですね。でももうちょっと濃くてもおしゃれかも、ね、うん、いいですよね、女性とかかけてもいい。でちょっとそれ今かけてもらって、もう一回かけてもらっていいですか、で同じフレームは変わりますけど、同じブリーズネイビーの 25% をちょっとかけてもらうんで、こっちですね、やっぱね、ちょっと濃くなりますね、ちなみにこれもね、内面マルチなんで、ちょっとね、やっぱ反射が白っぽく出ます、こういうのはね、やっぱ内面マルチの方がかっこいいですよ ね、 そんな感じで、ね、一応見てもらいましたけど、ただこれ室内だとちょっと薄暗いんで、表に出てちょっと見てもらいたいですね、でその感じをババッと撮っていきたいので、完全に表ではなくて中庭ぐらいでちょっと見てもらいましょうかね、TV、ちょっとね、でも陰っちゃうんで少し上向いてもらって、このぐらいの濃さですね、はい、だいぶ陰ってます、陰ってはい、こんな感じですね、はい、これ何でしたっけ、タタンカのフェアブラウン25、こういう感じになります。はい、じゃあ次 MJ がかけてるのは、これも、フェアブラウン25ですね、フルカラーで、ちょっと上を向いてもらうと日が入るんで、こういう風に薄くなります、はい、ブリーズグリーンですね、グリーンが入ってます、はい、25% ですね、こんな感じです。グリーン結構分かりやすいですね、外で見ると分かりやすいでしょ、やっぱ肌の色と逆だからでしょうね、はい、ロイストンの、グロープラム25ですね、はい、こんな感じです。まあ、大体25ってやっぱちょっと目がかける感じですね、はい、ね、ブリーズネイビーの 25%、 これもね、クリアフレームだし結構明るく見えますね、はい、はい、じゃあ次が、これも 25% の、ブリーズネイビーですね、あ、これ 15% か、ブリーズネイビー 15% ですね、ちょっと薄めです、はい、ちょっとザザッとね、カラーちょっと紹介しましたけどね、ちょっと参考になりそうだったかな、山本 D これ。ですね、一応室内は色分かりやすかったんですけど、外に出た時にどうしても今日が高いんで、そうだね、ちょうど今12時頃ですかね、だから日が高いんで顔が陰っちゃうんですよ、なのでそれでちょっと分かりにくかったですけど、ただ実際そんなもんなんで、そうだね、外に出るっていうことは、なのでその感じだと思ってもらったら分かりやすいと思います、だからほとんど色味分かんないです、外しか見たら、です。で、あとは掛け具合によって、例えばこうちょっと下げてもらって、目たら目とレンズの隙間が空きますね、まあ、こういう感じで下げる感じ今トレンドになってますけど、なんかそれで掛けるとほぼ意味がないというか、でレンズもかなり薄く見えます、で目ぴったり目に合わせて、目に近づけて掛けてもらうと密度も上がるんで色がより濃く見えて色が分かりやすいという感じにはなるんですけど、まあその辺はね、お好みなんで、そうだよね、なんとも言えない、度数とかでもね、変わってくるし、多少はだいぶ変わります、あとはまあ、表のコーティングです ね、その辺でも変わってくるので、そうです、まあ、これからの時期多分ね、カラー需要が上がるからね、いやもう本当これからね、やっぱ問い合わせも多いんで、でちょっと前ね、カトハチ撮った時、一眼レンズで頑張ってそう撮ったんですけど、一眼の機種ももちろん古かったのはあるんですけど、
僕のやっぱね撮影技術がまだやっぱ甘々、動画あんま撮ったことなかったんで、うんうん、甘々だったのと、うんうんうん、やっぱその辺でね、あとビスポークの方で撮ったんで照明がちょっと黄色っぽかったんで、はい、その辺もあってやっぱちょっと分かりにくかったっていうお声もいただいたので、はい、今回ねもう素直に iPhone に戻しましたけど、はい、iPhone 最高ということです。ありがとうございます。はい、安定の、ね、安定の、全然ブレないし、まあまあ大掛かりやったのよ。勉強になったってことだよね。そうですね、そんな感じですよ。いやまあそんな感じでもう僕ら手探りでやってるんで、うん、まあちょっとねお見苦しい点はあると思うんですけど、うん、その辺はね温かい目で見ていただければと思います。そうですね、はい、徐々に勉強していきます。なっていくわけですよ、はい、僕たちも。そうです、改善していってますんで、僕らもスキルアップもちょっと楽しみにちょっとしていただければと思います、はい、何気にね、今日マイクもちょっと実験的なマイクでやってます、うん、これもめちゃめちゃ怪しい。めちゃ怪しいで、これそう、どうなるか、そう、撮れてるかどうかも分かんない。すごい心配です。でも見てくれてる人がいると思うと、うん、やっぱ嬉しいですね。頑張りたい、うん、はい、まあ、そんな感じで結構しっかり撮れたと思いますんで、はいはい、ぜひぜひ参考にしていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。どうも、ではまた。ありがとうございました。 MJ の願いはチャンネル登録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 。私の願いもチャンネル登録。